こんにちは。いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。この波動チャンネルではこちらの波動が変わる、あなたが変わる、人生が変わるの中で解説が必要な部分の解説であるとか、ご質問にお答えをさせていただいてますが、今日はコメント欄にご質問いただいてますので、それにお答えをさせていただきます。有益な情報をありがとうございます。これは波動が大きく変わるときに起こる5つのことに関しての動画に関してのコメントなんですが、有益な情報ありがとうございます。やる気が出ない、眠くなる、下痢や発熱という症状がスピリチュアルな現象から来るのか、病気から来るのかの見極め方はありますか、教えていただけると幸いです、よろしくお願いいたしますというお話なんですが、ですね、僕たちの波動っていうのは体、心、エネルギーとといった部分で、変わってくるというのはいつもお伝えしていることなんですが、それぞれが、相互作用をし合ってるんですよね。で、波動が変わっていくと、やる気が出ない、波動が変わっていく時にやる気が出ない時が一時あるというのは心の部分ですし、波動が大きく変わるときにちょっと体調を崩すとか、下痢をするとか発熱があるというのは体の部分ですし、で、もう一個環境もありますね。環境も影響しますが、物が壊れるとか、そういったものはこの環境の部分の波動が変わっていってる、環境の部分が変わるから全体の波動が変わる、まあそういう相互作用になってるんですけれども、実はそれぞれは影響し合ってるんですが、それぞれをちゃんとケアするってことが必要です。エネルギーの部分だけケアすればいいかっていうと、そんなことはなくて、昨日福岡で、2つセミナーしてきたんですが、1つは心の波動メンタルアカデミーという心に特化したセミナーでしたし、その後やったのはエネルギーに特化したセミナーをしました。じゃあどっちが必要かっていうと、どっちも必要です。で、僕自身も心のことを自分自身で、まあ、プロですのでやってますし、エネルギーのケアっていうのもやってますし、別途アイルベーダー行ったりして体のケアもそれぞれをちゃんとやるようにはしてます。なのでそれぞれのケアっていうのが必要です。で、下痢や発熱という症状がスピリチュアルな現象から来るのか、病気から来るのかの見極め方ありますかっていう、ご質問なんですが、見極め方としては両方抑えるってことです。例えば、がんになられた方っていうのは、まず一番大事なのはそのがん細胞をまず切除するってことです。よくカウンセリングの世界で、メンタルの世界でいうと、がんの人には、例えば怒りが溜まってるんですねとか、そのメンタル、自分を好きになりましょうとか、そういうメンタルのことを言う人多いんですが、一番先にすべきなのはそのがん細胞をまず外科的に手術して除去すること。で、その次にエネルギー変えたりとか、その場をの波動を変えたりとかっていうアプローチが必要で、体にはどうしても体直接ケアするアプローチが必要なことがあります。なので、スピリチュアルな現象から来るのか、病気から来るのかっていうのは両方抑えておく必要があって、熱が、高熱が続くなら一回病院に行かれた方がいいですし、風邪であればそういう診断もありますの で、この前もセミナー来られた方が、その後、首が、メンタルのセミナーに来られた方が、その後首つすじが痛くなって、で、病院じゃない、整体に行って、マッサージしてもらったんですが、その首から肩にかけての痛みが全然取れないということで、連絡いただいてお電話をして、このエネルギーの調整を電話でしたら、その後はその首の痛みというのがなくなったって言われてましたが、これは両方抑えたから分かることで、一個一個なんていうのかな、一個一個抑えていくっていうのがすごく大事です。全てが全てエネルギーで解決するかっていうと、そういう部分ももちろんあるんですが、それぞれをケアすると一番早いって思っておかれるといいんじゃないかなと思います。で、実際例えばエネルギーの部分っていうのは、あんまり YouTube では扱わないんですが、エネルギーの部分は邪気っていうマイナスのエネルギーが僕たちの体に影響してたりするんですが、例えば体の中で冷えて硬い、
冷えて固まってる部分、コリのある部分とかに邪気は集まりやすいので、そのコリの部分に、受けてる邪気を浄化してあげると、そのコリっていうのはちょっとコリとか痛みっていうのはちょっと和らぎますが、そもそもそのコリや痛みっていうのは何からできてるかっていうと、冷えて固まってるからなので、そこをほぐしてあげたりとか、凝ってしまう原因である姿勢を変えたりとかっていう体のアプローチもやっぱ必要なんですよね。そうすることでそこに邪気っていうのは受けにくくなりますので、そうすると温めて緩めていくと、そこに邪気が集まるということはなくなってきますので、その痛みもなくなるし、邪気をそこに受けるということもなくなる。なのでエネルギーのケアも必要であれば、体のケアも両方必要です。ちなみに、心のケアでいうと、自分のことを否定しているとやっぱりそういうエネルギーも集めやすくなりますので、心の部分で自分を認めていくこと、自分を許すこと、自分を大好きになることっていうこともやっぱり必要になっていく。それぞれがそれぞれ相互作用し合ってるんですが、それぞれの特化したケアっていうのをやった方が全体的に波動っていうのは高まっていくっていうことを認識していただけるといいかなと思います。ですので、やる気が出ない、眠くなる、下痢や発熱という症状がスピリチュアルな現象が来るのか、スピリチュアルな現象から来るのか、病気から来るのかの見極め方というご質問をいただいてますが、見極め方としては全部抑えていくっていうことが必要だと認識いただけるといいんではないかなと思います。もしこの情報が良ければ、チャンネル登録といいね、高評価ボタンを押していただければと思いますし、お友達で必要な方がいらっしゃれば、ぜひシェアしていただければと思います。はい、いつも波動チャンネルをご覧いただき、どうもありがとうございます。 Thank you.